はい、こんにちは、こんばんは、よくくんです。今日はドナドナさんで行ってみたいと思います。はい、見てください、これ当たりましたよ、 UNK 当たりました。UNK 星4なんですけど、オールの UNK ドナドナさんにはちょっと高級すぎる一品が当たってしまいました。あとね、これとりあえず範囲1200までレベル上げたんですよね。あとサブがね、これパト、もうなんとか星4レベルまで上げて、あと星3が2つあるので、これスコープがつく星5にしたいと思います。はい、とあとね、昨日ちょっと金塊あるだけガチャ引いたんですけど、ちょっとね、あの当たりました。なんだこれ、UNK とあとこれです、アタランタと、これなんだ、 BRW の星6が当たったんですよね。なかなかこれ両方とも使えるんですけど、 BRW に関してはこのパトがあるので、ちょっと使い道考えたいと思います。はい、じゃあこれで行ってみたいと思います。防具の方が昨日あのプレゼントでもらった星5のこれですね、ショックトゥループのマンティコアのやつですね。それと頭が星3の赤ヘルの星3です黒ヘル8% の SMG の命中率アップがついてます。じゃあこれで行ってみたいと思います。ソロまでカット。はい、揃ってますね。航空機ということでちょっと厳しいかな。レベルが高い方がポツポツいますね。レベル40、私はレベル11でした他に2人ですね。はい、味方さんになっていただきましたので、ちょっとは楽できますかね。はい、初オール UNK 使ってみたいと思います。始まりますね。ちょっと今日ビデオなので音が聞こえないのが残念なんですけど、どんな感じですかね。多分強いとは思うんですけど、ポータブルが今3320ぐらいだったかな、プラスこの足のポータブルアップがちょっとついてるので、どれぐらいだ、強いですね。音が聞こえないのでちょっと分かりづらいんですけど、いるかな。うわ、マジかなんていう名前ですかね。ピーが入りますね。これ言えないですね。あとはね、これ、足もなかなかこれ、いいですよ。防御これいくつあるんだったっけ、ね、でも今の一人目の感じだと、時計かなりいいですね。ただ範囲がね、1200しかないので、これが、また3枚数です。全然キルができませんね。ロケランこれ見えなくなりましたよね。そういえば軌道がやばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ死んでしまう、死んだあ、CKR の星6最近見えなくなりましたね。ノーマルの星6、これもしかして強いんじゃないですか。結構レベル11にしてはこれかなり強い装備だと思いますね。あとはね、ロケランが星5になってくれれば直当てワンパンできるので、あ、完全に押し込んでますね。やっぱ強いですね。今ちょっと音が聞こえないので本当にちょっとわからないんですけど、結構速い感じ、ちょっと、あ、速い感じで、あそこ2人いる、あ、また P の方ですねこれね、敵さんの防具が見れるようになったのも嬉しいですよね。もうあのオートエイムのことは忘れたいと思いますこれ星4なのでオートエイム関係ないのでね、とりあえず、ここにいますね。うん、あ、マジか、素直に抜かれましたね。マベリック星3でもね、全然ワンパン素直なので、気をつけていきたいと思います。キルはあんま取れてないですけど、完全押し込んでますし、なんだこれ、なんか新しくなったんですか、これ。なんかピカピカしてますよ。こんなエフェクトいらないから、オートエイム戻してほしいですよね。あそこ後ろいます。ロケラン行ってみますか。やばいやばい。わ、KPM だ。KPM 欲しいですね。かっこいいですよね、やっぱこの KPM。で、弾倉がもともと48あるんで、52とか53になってるんですかね。見てないんで、ちょっとわからないんですけど。KPM もね、弾倉多い。SMG なので、で、ポールの防具、誰も取らないですね、これ入り口でみんな、
押し込んでる感じですかね。なんか一人で行って死んでますけど、めっちゃデスレですよね。これ押し込んでる割には敵さんにポイントを貢献してますね。これ全然キルが取れないぞ。あぶりますね。取るかな。死んだかな。あれ、これほんとロケランが見えないですね。昨日アゴル使ってるのに対してアゴルもすごく見えなくなりました。アゴルもね、どこ飛んでるかわからないんですよね。いない。皆さん行きますよ。出てきてください。出てきてください。弾がない。あ、弾あるんだ。これ40発あるんだった。そうだった。あー、死んだ。ダメだ。ありがとうございます。シューガーさん。さっきの P の方どこ行ったんですかね。ね。やっぱレベル40がこっち2人なので、押し込みっぱなしですね。行きますよ、行きますよ。死んでもいいので行きますよ。あ、ダメでした。はい、終了です。めっちゃデスレです。はい、4-7。敵さん抜けてますね。はい、じゃあもう一戦行ってみたいと思います。はい、ユージリスです。こっち4人でしたよね。ただね、ちょっとメンバー見なかったんですけど、嫌いじゃないさんって強いですよね。ドナドナのだとこのランチャーが弱いので、ダイレクトの当然、本当にロケランどこ行ったか見えないですね。どこだ。あ、無理か、無理でした。ジェイドも、そうですね。結構削ったんですけどね。行きますよ。こっちから、こっちに行きましたけど、殺せない。アシストできた。強いですね。この方強いんですよね。何が強いんですかね。多分ね、ボブキャット。ボブキャットの、キャットの名前が出てくる、パンサーかなと思います。全然キル取れませんね。動きだけはね、動きというかとつるだけはもう一丁前なんですけど、キルは全く取れてないんです。たくさんにしたらカモですよ。もうキルしようと思ったら、よしよし、パスキル味方さんがいなくなる。やっぱジェイド強いですね。この方にばっかりやられてる気がします。敵さんスコアバグですね。私が3回4回は死んでるのに150点しか入ってない。多分今のジェイドの方があれですね、スコアバグですね。私をキルしてる分が入ってないです。いましたよ。見つけたよ。あれ、そっちだったの。星6か。星6のあれですね、オータムのパンツと、何だった、頭見えなかった、頭で胴体分かんなかったですね。何してんの、動かない。なかなか40発いいですね。これちょっと音聞きながらやっていきます。はい、向こうに行きますけど、こっからじゃ射程が足りないんですよね。やっぱりこっち。ああ、見かないと助かりました。やばい。これちょっと動画後で音出して見直してみないとわかんないんですけど、キルスピードがね、どれぐらいあるのか、ちょっと音がないとね、把握しづらいんですよね。これでサボチは欲しいですね。やっぱ速いな、キルスピード。シオンといえど UNK なんで、そこどけられたいな。あんまりこれ切り替え遅いんですよね。もう一回いますね。はい、いける。はい、ちょっと固く取りました。これドナドナさんもなんかやっても一人前ではないですけど、あんま切れたらね。あー、よしよしよし。一人前の動き方ができる装備がちょっと揃ってきましたので、ね、なかなかこれトーナメントでも行ってみたいと思います。これは勝てない。あれ、勝った。マジか、あれで勝ったのか。味方さんの多分ヘルプがあったんですが、ダメだ。なかなかこれ楽しいですね。足もまあ速い。頭外せば多分もっと速いんですけど、多分ね、頭があってのこの時計の速さだと思うんですが、命中率アップしてるので、やばい、後ろに HMG がいる。こっちから枠やる。
かもしれません。はい、で逆からあそこいますか、ね、いますか、ね、すごくないのでいないか、いないか、あれいない、こっちかいた、やっぱり、あー味方さんがいたので後ろでしたね。4対5、あと1回に行きたいな。この個人成績が見ああ、そこでいるけど、いけるか。ああ、エイム合ってたんですけどね、今、ぴったし。ロケラン打てなかったですね。はい、終了です。はい、8の8。まあ、まあ、こんなもんでしょう。レベル11なんで。はい、ということでね、ちょっと、アップデのショックから立ち直りつつあります。なんだレンスナとかねアサルトはちょっと見ないようにしておきます。しばらくスコープがない武器ばっかり使っていきたいと思いますね。そうするとね考えなくて済むので、コムとかなんだイズとか、あとはあれがありますね。自分は嫌いなパトリオットの LMG が M461 がスコープないのであれも使おうかな。はい、ということで2戦見ていただきました、今日の動画この辺で終わりたいと思います。よかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。はい、じゃあちょっとおまけ動画ということで訓練いきたいと思います。オートエイムが使えなくなってね、非常に訓練やりづらくなったんですが、これですね、キャンプです。タンスナでいきたいと思います。はい、まずねこっちに行くんですよ、とりあえず。ここの、やばいやばいやばい、死んでしまう。ね、ここです。ここの荷物にね、タンスナ持っていきます。できるだけ、コッキングが早いやつがいいですね。ここです。ここがね、かなり荷物で、やばい、ロケラン来た。マジか。この荷物からね、行くと、4万取れることもあります。取れないこともあるんですけど、4万結構取れるんですよ。で、サブはね、あそこまで行くのになるべく強いやつに持っていた方がいいですね。はい、クリしてから行くか。はい、じゃあここから行きます。ここからドラム缶のこの端を狙っておきます。あそこから湧いてくるんですよね。で、ヘッショバンバン入る。今音ないんでちょっとヘッショ入ってるか分かんないんですけど、はい、こんな感じですね。で、コッキング早くてワンパンできる砂がいいですね。アタランタとかでも全然25キルいける時もあるんですけど、できるだけコッキング早くて弾数が多い方がいいので、自分は MK のベテランですね。クロムでもいいんですけど、コッキングがちょっとだけね、ベテランの方が早いのでベテラン使ってます。こんな感じです。出てくるやつバンバン打っていきます。3万ぐらい、2、3万はね確実にいけると思いますね。4万はねちょっと運次第ということがありますけど、こんな感じで、これあるロビミンの方のパクリなんですけど、パクリこれ公表して大丈夫かな。結構ね、タンスナでやられてると思うんですけど、当てるイメージつけるのにもね、エイムのイメージつけるのにもいいので、ここ外した。ここすごく楽なので、こうやって打つだけなので、今2万かな、今2万ですかね、2万か3万か、2万か3万ですよね。あっち、こっち出てこないな。奥にいますね。こっちにバンバン出てきてくれるときがね、なんていうか、25キル、全然普通にいけるので、出てこないな。出てこないときはね、リロードとか挟んどくといいです。はい、出てきだすとね、またこうやって次々出てくるので、はい、25キルは無理でしたね。20キルぐらいはいったかな。最高これ30超えたこともあるんですよね。出てこない。はい、終わりです。何キルだ、20キルはいきましたね。はい、23キル、あと2キルでしたね。はい、こんな感じです。何万取れたんだ。はい、今ので2万でしたね。これになんだこの15のヘッドショットとかね、取れるのでちゃんとやれば。あとね、3万は大体取れますね。25が一番きついかな。この15のヘッショは取れます。ということで、終了です。お疲れ様です。